こんにちは、長塚漢方堂です。今回は無理をしない糖質制限のやり方というテーマでお話しします。適度な糖質制限はアトピーの改善に効果があります。糖質を摂りすぎていると血液中の糖の値が高い状態が長く続き、体内のタンパク質や脂質と結びついて変性すると、肌をはじめ様々な老化の元になる糖化と呼ばれる状態になります。糖化はコラーゲン繊維を壊し、黄色や茶褐色に変色させ、さらに炎症を引き起こしますので、アトピーの方の肌の状態は悪化します。また糖化は血管や内臓などにも及び、毛細血管は塞がって皮膚と体の内側との新鮮な血液供給は途絶え、肝臓や腎臓の機能が低下してアトピーの症状は悪化します。このように様々な問題を起こす元凶となる糖化は、高血糖の状態が長く続くことで起こります。そこで糖質制限をすることで糖化が起こりにくくするとアトピーが改善します。とはいうものの、あまりに続けるのが苦しいと、それがストレスになって続けられなくなってしまいます。そこで無理せず糖質制限をするための方法をお伝えいたします。まず一つ目は、食後の高血糖状態を避けるためによく噛んで食べるようにする。噛まずに食べられるものは柔らかく美味しいのですが、それらを食べ続けていると体に一気に吸収されるので、血糖値も激しく上昇して糖化を起こしやすくなります。よく噛んで味わって食べることは、美味によって人生を豊かにするためだけではなく、これからこのような性質のものが体に入ってきますよと体の消化機能に合図を送るためでもあります。ですから、よく噛まずに食べてしまい、体の準備が整っていない状態にいきなり大量の糖質が入ってくると、血糖値の上昇スピードが速くなり糖化を起こしやすくなります。続いて2つ目は、白砂糖、小麦粉など精製したもので作ってある食べ物は少なめに。一番の理由と同じですが、一気に血糖値を上げることが良くないので、精製されたものは控えめにした方が良いです。黒砂糖や全粒粉を使った素朴な味わいのお菓子などがおすすめです。では白米はダメで玄米が良いのかとなりますが、玄米ですとお腹の弱い方の場合、消化吸収に負担がかかり、アトピーの症状が悪化する場合がありますので、ご自分の体質を見極めてということになります。そして3番目は、血流を良くする程度の運動を心がける。甘いものは早めの時間にする。糖化を起こしやすい原因は、血糖値が一気に上がってしまうことと、上昇した血糖をうまく利用できずにいるからです。例えば運動中の糖質はすぐに吸収されてエネルギーに変わり、すぐに消費されるので問題はありません。つまり有効利用されずに血中に長時間漂っているのが問題で、下半身の筋力が低下すると糖化を起こしやすくなることも報告されていますので、軽く汗をかく程度の運動をすることはとても大切です。東洋医学的には、午前中はエネルギーを放出して体がパワフルに動く時間帯ですから、甘いデザートなどもこの時間帯にして体を動かすのがベストです。そして夜は体に溜め込む時間になりますので、軽めの食事にして糖質も控えめに、ゆっくりと体を休めるのが良いでしょう。ちなみに東洋医学では、体に入ってきた食べ物を体に必要な状態に変化させることを気化といい、腎気の働きによって支えられています。腎気は体の潤いや熱の根本を支える働きで、腎気の低下によって糖をエネルギーである気に変えられないので、いつまでも血中に漂い続けることになります。なお、夜更かしや過労による腎気へのダメージも同じように糖を気に変える力を低下させ、腎の潤いも減少させますので、血液の濃度が上昇してドロドロの状態になり、炎症症状も起こしやすくなりますので、アトピーが悪化します。ハチミガンなどで腎気を高める、腎陰としての潤いが必要な場合は補充し、腎陽が冷えている場合は温めて改善します。ではまとめです。東洋医学では、糖を摂りすぎると体の中で粘っこい痰に変化して停滞し、体の中の巡りを妨げるようになると考えます。流れが妨げられてしまうと、皮膚と体の内側との栄養や不要物の流れも途絶えてしまうので、皮膚は健康な状態を保てなくなります。糖質制限はアトピーの症状を改善するのに効果がありますが、
極端な食事療法は逆効果になります。そこで注意が必要なのがアトピーの方の腸内環境です。肉類など動物性タンパクの摂取が多すぎると腸内の悪玉菌はそれらを餌にして増殖し、腸内細菌のバランスが崩れて免疫の機能が低下し、あちこちで炎症症状が起こります。炎症症状の熱によって腸管の潤いが乾燥すると便秘になり、悪玉菌が出す腐敗物質を取り込むことでアトピーの症状は悪化するようになります。そうなるとどちらが良いのかわからなくなってしまいます。ですのでバランスの良い食事を基礎にして、その人の体質の傾きを修正する食事が一番ということになります。無理してストレスをためながら糖質制限を行っても、ストレスからアドレナリンやコルチゾールなどのホルモンが出てきて余計に血糖値を上げる結果にもなります。血糖値が一気に上昇するような精白したお菓子などを避けつつも、穀物から得られる栄養を主食として6割ほどに、野菜などを3割ほどに、1割ほどのタンパク質が最もバランスが取れていますので、美味しく体に無理なく続けられます。ただしバランスは合っていても、どれもよく噛まずに早食い大食いしていては体が必要とする以上に入ってくるので、糖化に限らず様々な弊害になります。ですからしっかりと噛まないと食べられないようなおかずに、味噌汁、漬物にご飯といった昔ながらの和食がアトピーを改善する食事には適しています。今回は以上です。このチャンネルではアトピーや肌荒れ解消のために漢方薬、気候、自然療法の考えを中心にお伝えしていますので、ご興味のある方はチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。